2011年のプレルジョカージュ・アンジュラン・プレルジョカージュは、フランスのコンテンポラリー、ダンス振付けや、バレエダンサー。クラシックバレエの伝統を踏まえつつも様々な分野の、コンテンポラリー、アーティストと共同制作を行い、独自の様式を追求した作品を生み出している。1990年代初頭から、パリオペラザバレエ団に作品を提供している。 1985年にバレエカンパニーを設立、後に、これをバレエプレルジョカージュと改名し、1994年以降、エクスアンプロバンスを拠点に活動している。プレルジョカージュは、イヴァングラードからの政治難民であった、アルバニア系の両親のもと、パリ近郊の趣旨イコールアンブリで生まれた。スコラ・カントルムで、バレエとコンテンポラリーダンスを学んだ後、 ニューヨークのマースカ・ニンガムに指示。アンジェ国立振付センターでの勤務を経て、1982年に、モンペリエのドミニク・バグエ引き入るカンパニーに、ダンサーとして参加する。1984年、モンペリエダンスフェスティバルで振付 A としてデビュー。1985年に、自身のカンパニーを立ち上げた。1987年には、脳を学ぶため日本に滞在している。 1990年、映画監督、コミック作家であるエンキ・ビラルを美術、衣装監督に迎えて、プロコフィエフのロメオとジュリエットをリオム・ペラザ・バレエ団のために振り付けた。1993年、芸術監督であったパトリック・デュポンに招かれ、オペラザでバレエリュスへのオマージュとして、パラード、バラの聖、結婚の深海尺版の上演を行う。そして翌年、 プレルジョカージュは、初のパリオペラザバレエ団のための振付作品である、ルパルクを完成させた。また2000年代初頭には、彼の振付で、日本人ダンサー白井里がラタイにて美しいダンスを披露している。その後も、ニューヨークシティバレエ団、ベルリンドイツオペラ等への作品提供や、ジャンポール・ゴルチエ衣装による、白雪姫の演出など、精力的な活動を続けている。 主な作品として以下のようなものがある。ありがとうございます。